東京都によりますと、京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は187人でした。感染が確認されたのは、10歳未満から90代の男女187人です。年代別に見ると、20代が48人、30代が45人、40代と50代がいずれも30人でした。 また、60代から90代が合わせて24人で、10代以下が10人でした。重症の患者は昨日から1人増えて24人となりました。これで都内の感染者は22,632人です。昨日、東京都は感染者数が減少傾向にあることから感染状況のレベルを一段階下げましたが。 小池知事は引き続き警戒が必要であると述べ今後も徹底した予防策を講じるよう呼びかけています。